こんにちはヨスクインチャンネルです。ビデオを見ていただいてありがとうございます。今日はですね、レズビアンって恥ずかしいのっていう話について、えー、お話ししていきたいと思います。でですね、なんでこの、えー、テーマについてお話しするかっていうと、最近ですね、あの、私たちの YouTube のコメントとか、あとインスタグラムの DM に結構質問をいただくことが多くて、で、その結構家族にカミングアウトしようと思ってるんだけど、 こう、どうしたらいいって。で、こう、レズビアンでいることって、恥ずかしいと思ってるんだけど、どうしたらいいかなみたいな、こう、相談とかがよく来るんですね。で、私も、その、私が家族にカミングアウトした時のエピソードとかはすでに、あの、YouTube でお話をして、してるんですけど、こう、最近本当に結構、そういう質問が多く寄せられてるので、一回彼女ともまたお話をしてみて、こう、 なんだろう、新たななんかこうアドバイスとかできたらいいなと思って、はい、今回なんか考えてみました。はい、でですね、ということで、まあ、あくまでも私たちのこう個人的な意見とか経験になるんですけど、もしこう仮面ングアウトしようかなって考えてる方がいらっしゃって、その方の参考に少しでも、少しでもなったらいいなと思って今回、はい、お話ししたいと思います。はい、でですね、あの、まず、あの、私たちの経験とか考えをシェアする前に、 お話ししておきたいのが、カミングアウトは絶対しなきゃいけないものではないんだよってことは改めてお伝えしたいと思います。あの、わかるんですよ、もちろん。その大,大切な、こう、家族と仲がいい方とかは、こう、大切な家族に伝えたいとか、隠すのはもう辛いとか、友達に伝えたいとかいう気持ちはすごくわかります。なぜなら、私がそうだから、私はカミングアウトした側だからです。でも一方で、 こう本当に家族って人なんだろう家族家族家族世帯ごとにこう事情とかは変わってきますしこう国で違ったり同じ国でもこう都市と地方都市ではこう状況が違ったりとか宗教上の話とかなんだろういろいろあると思うんですよだから一番大事なのはなんか皆さんが幸せで安全でいることだと思うんですね。だからこうカミングアウトしようって考えた時にすっごい すごい不なんだろ身の危険身に危険が生じる恐れがあるっていうと場合だったらそれは本当にカミングアウトする必要はないよって思いますはい大切なのは本当にあなたがこう本当に自分らしくハッピーでいられるっていうことなのではいっていうことでですね、はい、カミングアウトは絶対あのしてくださいってこう強制するような えっと、ことは私たちは全然思ってないですって話です。はい。実際私の彼女も、もうずっと、あの、生まれてからずっとカミングアウトしないっていうような、はい、あの、人生なので、あの、いろんな選択肢はあると思いますよっていお話ですね。はい。で、えっ、ー、と、それを踏まえて、まあ、もしカミングアウト今しようかなって、か、考えられてる方がいたら、まあ、私たちの考えが少しでも参考になったらいいなと思って、はい、お話しします。じゃあ、まず私の話から始めます。で、えっ、ー、とですね、私は、 はい。あの、もう話した通り、あの、私のがどう家族にカミングアウトしたかとかいう話はもう話しているので、コメント欄に後でシェアしますが、とですね、私は、えー、家族にも友達にも、えー、会社の同僚の方とかにも、えー、っと、カミングアウトはしてます。私は本当に結構、い、ふ、なんだろう、平均よりもだいぶオープンだと思います。はい。こうやって YouTube で、こう、 レズビアンカップルもハッピーに日本で生きられるんだよっていうこともやってますし、私はだいぶ、はい、オープンですね。はい。で、あの、でも私、そういう私でも、こう、会う人、会う人に初対面で、私は女の人と付き合ってますとかいうことはしてなくてですね、こう、そういう話が、話題が上がった時にお伝えしてるっていう感じです。例えば、あの、私、 あの家族とか友達にはこう私の人生で起こってるほ,ほぼ全てのことをシェアするのでもちろん家族は友達は知ってるって話ですし、えー、っと会社の方とかはこうか、えー、彼氏がいるのみたいな話になるとあ彼氏じゃなくって実はあの女性とお付き合いしてで超絶美人なんですよっていう話がこう始まるわけですね。はい で、あと私、コンサルタントとして働いているので、まあ、クライアントがいるわけなんですけれども、まあ、クライアントの方にも、あの、知ってらっしゃる方とかはいます。はい。で、彼女が迎えに来た時は、こう、紹介したりとか、はい、したこともあります。はい。でですね、そんな、本当にオープンな私なんですけれども、えー、っと、会う人全員にオープンなわけではなくてですね、例えば、私が、のセクシャリティのことを知らない親戚とかもいますし、クライアントの中にも知らない方もいます。 で、それがなぜかというとですね、あの、もう、もし私のセクシャリティを伝えると、ネガティブな反応が返ってくるなって予想できちゃう方たちっていうのもいるんですね。で、そういう方たちの場合は、こう、私のセクシャリティをお伝えして、こう、不必要な、こう、なんだろう、喧嘩とか、なんだろう、こう、気まずい雰囲気をわざわざ作り出す必要もないですし、まあ、私の人生だから、 私の好きなようにしていいじゃないっても思ってるので、そういった方にはお伝えしないです。はい。お伝えしたところでなんか不必要にその方たちに不快な気分もさせたくないですし、その方たちのリアクションで私が不必要な、不必要に不快な気分になる必要もないなって感じです。はい。なので結論として言うと、私は本当にそのレズビアンとして恥ずかしいっていう思いは一切ないです。んなんか、 それって私の一部でしかないわけですよ。もちろん恋愛愛っていうのは私のアイデンティティのすごく大きな一部なんですけども、でも私は本当に色々な、なんだろう、要素があるわけで、私は例えばすごい背が高かったりとか、うーん、なんだろうな、こう、うん、食べるのが好きだったり、お風呂に入るのが好きだったり、体を動かすのが好きだったり、で、家族も好きだったり、 友達も好きだったり、で、彼女のこともすごく好きだったりとか、それって本当に私のアイデンティ,ティの一つであって、なんか、なんだろう、うそれが何かって感じなんですよね。はい。で、なんだろう、私と彼女が二人で幸せでいるのって、誰にも迷惑はかけてないですし、 うん、っていう話なんですよね。だから、私はレズビアンでいることが恥ずかしいとか全く思ってないです。はい。あの、セクシャリティが原因で、まあちょっと不快な思いをしたことはないとは言い切れません。いくつかありました。でも、基本的に、こう、ハッピーですし、まあ、私は楽天家あ、そうです。あの、いろんな要素でできてるのは一つに、私は楽天家でもありますって話なんですけど、だから、わりかし本当にハッピーな、はい。あのー、 LGBT 当事者っていう感じです。はい。だからこそ、こう、そうですね。あの、LGBT でもハッピーにいられるんだよっていうのを皆さんにシェアしたくて、あの、こうやって今 YouTube やってるっていうのもありますね。はい。っていうので、私はこう恥ずかしいとかは本当に感じてないですよっていうお話になります。で、えっ、ー、と、次。彼女の話ですね。彼女は、えっ、ー、と、YouTube にも時々出てますけど、顔赤くしてます。はい。で、なぜかというと、彼女はもうずっと、 えっと、カミングアウトしてないからですね、家族にも友人にも、えっ、ー、と、同僚の方にも彼女はカミングアウトしていません。で、その理由として、私の彼女って私よりも本当にだいぶ年が上なんですね。で、あの、彼女の世代の方が私よりも、私の世代よりもだいぶ保守的な世代になるんですね。なので、彼女は本当に小さい時から女性が好きって気づいてたんですけど、 周りの人からその彼女が女性が好きっていうのが分かったら差別をされちゃうなって彼女は小さい時に気づいてしまったのでもうずーっと隠したままですで今の彼女の職場っていうのもこう男性はこうあるべき女性はこうあるべきみたいなこうイメージがすごくこう昔の考えがまだ根、ね、強いところなのでもう本当にずーっと、えー、カミングアウトしてないっていう状況ですで うん。で、なんか、家族の方にもカミングアウトしないんですけれども、なんか、私その彼女のお母様と仲良くさせていただいてるんですね。で、もう本当に素敵な方なんですよ。本当にもうチャーミングで、すごく大好きで、本当にすごく素敵な方なんですけど、なんか、こう3人でもお会いすることも結構あって、で、今まで本当に色々なこう、なんだろう、言葉とか、アクション行動で、 あの、あなたたちがレズビアンなの分かってるわよ。私はあなたたちのこと認めてるわよ。みたいなことはすごくあの出していただいてるわけなんですけども <laughs>、まあ、彼女はやっぱり自分からまだ言い出せないっていうところがあって一回ですね、もうどうしようって思ったことがあったのはあのその時も3人でディナーを食べていたんですね。で、なんか何の話をしていたかはもう覚えてないんですけれども LGBT に関係 全く関係のないお話をしていたことは絶対覚えてるんです。で、そんな中急にその、私の彼女のお母様が、か、あの、レズビアンの方たちっているじゃないみたいな。で、私はレズビアンでも全然いいと思うのよ、みたいなことを急におっしゃり出したわけです。で、私、隣に座ってた彼女をパッって見たら、もう彼女はそれまですっごい元気に、 おしゃべりしてたのに、もう、はっ、もう、完全に固まって、もう、机を見て、何も言わない、何も動かない、みたいな感じなんですよ。いや、あなたね、その態度がもうカミングアウト状態よ。私はレズビアンだし、私たちはレズビアンカップルって言ってるようなものよって感じじゃないですか。で、ここで、私も、黙って固まってしまったら、もういよいよ危ないと思って、あの、 どういう返しをしたかは、もう私もパニックだったので、正直具体的には覚えてないんですけれども、なんか、あ、ああそうですよね、みたいな返しをなんかしたような記憶があります。はい。ということで、なんか、お母さん本当に素敵な方で、本当に、まああの、お察しは、遠くの昔にされてるんだろうなって思うんですけれども、あの、えそもそもだってね、 こんな年の差の2人がこんなに仲いいってなんなんだって思うでしょうしなんかでもなんまあでも本当に素敵な方なんですけど私の彼女はまだやっぱり言えないみたいなところがありますでえっ、ー、とでも一方でまあその、うん、ずっと自分のアイデンティティー嘘ついたり隠すのは麻里ちゃんつらいんだよっていうのは結構聞いたりもしててなので今回そのやっぱりこうあまりにもこうカミングアウトに関するアドバイスが多いからこう犯人はどう思うみたいなと話を聞いたら 意外な言葉が返ってきて、まあ確かに彼女はずっとカミングアウトしてないわけですよ、この長い間。でも、やっぱり私たちが結婚する前には、いい加減言おうと思うみたいな。びっくりしました。もともと私たちって、こう、海外に、えー、住もうねっていう話はしてるんですよね。なんか、彼女は日本は窮屈だから、あのー、 自自分のことを偽らなくていい海外でで由にもうう人で過ごそうみたいな話はずっとしてたのでその話はずっと今でもしててでもなんかびっくりしたのがなんかやっぱり家族っていうのは大切だから結婚する前に私たちのことは認めてほしいし結婚式にも大切なこう、ね、人生の日だからい,いてほしいお祝いをしてほしいってそうじゃないと後悔すると思ったって言われたんですよ。だから なんか、あ、彼女の心境にもちょっと変化が現れたなって思ってて、最近。なので、彼女としては、まあ今までずっと、そのレズビアンとして恥ずかしいっていうのは、こう恥ずかしいというかもう差別をされたらどうしようっていう、こう恐怖があるのでずっと隠して生きてきたっていうところがあるので、こう相談をしてくるか、あの方たちの葛藤悩みとかはすごくわかります、みたいな。自分もずっと隠してきてるから。でもやっぱり家族ともし仲がいいんだったら、 ずっと隠してて後悔はしないですかっていうのは、あの、き、あの、問いかけたいって言ってました。なぜなら自分もやっぱり結婚する相手のことをずっと隠したままっていうのは後悔すると思ったから、それにきっと行ったら楽になれると思うみたいな、今までずっと隠してきた苦しみからもう解放されると思うからっていう話を彼女はしてました。 はい。なので、結論としてちょっと複雑なんですけど、実際にとても、えっと、私自身のセクシャリティにオープンな私としては、えっと、レズビアンとして恥ずかしいという気持ちは一切ありません。で、だからオープンだし、でも、やっぱりこう、ね、家族と仲が悪い方たちもいるし、あの、やっぱり自分、一番大切なのは自分の幸せと自分の身の安全なので、こう、カミングアウトしていい環境だったら、したらいいと思うし、 うん、でなんかこうやっぱりこうなんだろう私はそのこう今 NPO とかであの学校の子どもたちに LGBT の話とかをする機会もあるんですけれどもやっぱりこうなんだろう子どもたちって本当に純粋だしだからすごい理解があるんですよね。でそういういののをすごく感じるのでこう なんだろう、自分のと、年が近いいとことか、今年が近い人からカミングアウトして、アドバイスをもらっていくのもいいかなって思います。でもやっぱりこう、カミングアウト絶対しなきゃいけないってわけではないんですよってことは本当に繰り返して言いたいです。で、彼女としては、まず、まあ悩んでる気持ちはわかりますと。でもやっぱり、まあ、か、仲がいい、彼の、えっ、ー、と、家族と仲がいいならっていう条件ですけど、本当に自分が後悔しないように、 本当に、こう、一生過ごしていきたい相手が見つかったら、家族には、やっぱり認めてもらった方が、自分にとってもいいんじゃないかなっていうお話をしてました。はい。でですね、あくまでもこれ私たち個人の意見なので、こう、正解っていう、これが正解っていうことは全くないです。はい。でももし今皆さん、なんか悩まれてる方がいたら、少しでも参考になったらいいなって、嬉しいなって思います。はい。でですね、次回の、えっと、ビデオでは、あの、大した、 私たちが前出したビデオで、に、あの、すごく長いコメントを、えー、くださった方がいたんですね。で、アインさんっていうんですけども、そのアインさんっていう方は、こう、アラブの、あの、えっと、文化の国の方で、やっぱりこう、あの、LGBT、あの、ってで、当事者であることがちょっと難しい場所。で、そんな中で、こう、家族にカミングアウトしたっていう経験をすごくこう、丁寧に描いてくださって、私、すごく感動したんですね。 で、最近本当にこう、カミングアウトしたいけど、どうしようかなっていう相談も結構多く寄せられてる中で、きっとアインさんのあの、経験を皆さんにシェアしたら、参考になる部分ってきっと多いなって思ったんですね。勇気をもらえたりする方っていらっしゃるんじゃないかなと思って。なので、アインさんに、あの、素敵なこう、経験をシェアしてくれてありがとうって。で、もし、あの、良かったら、あの、誰かの力になるかもしれないから、あの、 ビデオで、今度ビデオでシェアしていいって言ったら、そんな嬉しいぜひぜひっておっしゃってくださったので、次回はそのコメントを私の拙い日本語訳ですが、はい、紹介したいと思います。ということで、次回もお楽しみにしてください。ということでですね、今日もビデオを見ていただいてありがとうございました。もしビデオがいいねって、 えっと、見ていただいえー、ごめんなさい。もしビデオがいいねって思っていただいたら、いいねボタンと、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまたすぐにお会いしましょう。ありがとうございました。